一応中里さんにタイトル指定をされたので こういうタイトルでやらせてもらいます。とは言ってもですね、なんかごく最近日本語の小説で出してもらってます。さっき話してくれた谷沢さんと、角田さんとかが中心で書いてくださって、僕もちょっと名前入ってるんですけど、大体のところはそのゲノム登録したそのまんまの話を和文小説で書いてもらってるんで、大体を読んでもらえばいいと思うんですが、それで終わるとプレゼンにならないのでちょっとお話しします。ゲノムだと言っても結局何のゲノムですっていう話ですよね。ウイルスからいろいろありますけど、登録先、ウイルスぐらいだったらウェブサブミッションでささっと入れてもらった方が多分誰にとっても楽なんじゃないかなと想像します。プラスミドぐらいでもちょっとギリギリウェブサブミッションでポチポチと入れつつやるっていうのもありですけど、さすがにゲノムバクテリアより、ミトコンドリアもやや大きいものになってくればですね、やっぱりファイル作成して入れてもらった方がだいぶ気が楽になります。で、最近は人も簡単に決まっちゃうから JGA に入れてくださいね、ちょっとそっちはプライバシーの問題もありますからみたいなことが出てきます。で、何年か前まではそんな人がどうのこうのとかでかい動物や植物は稀でしたし、そういうのはかなり単純な構造だったんですけど、バクテリア以上の規模ですと、今度はもうINSDC の取り決めでバイオプロジェクトやバイオサンプルを入れることが必要で、さっきからバイオサンプルちょっと難しいがどうのこうのっていうのもありますが、義務になってしまいました。で、そもそもこのバイオプロジェクトでのバイオサンプルだのもそうなんですけど、GSC、ゲノムスタンダードのコンソーシウムがあれこれと、そこバクテリアの人が一番幅利かせてるので、真核がどうのとかになってくるとちょっと当てはまらないものも含めいろいろやらされておりますが、細かい情報を入れなきゃいけなくなりましたし、バイオプロジェクトやらの前はストラクチャードコメントにバーっと書けとかいろいろあったんですけど、でその GSC がごく最近なんか論文出してきて、また今度はメタゲノムのなんかシングルセルであったり、メタゲノムから何ですかね、ゲノムを再構成してみましょうとか、そういうプロセスのアセンブル手法をこう細かく書きなさいみたいな新しいこと言ってきましたし、これもサンプルよりも外に行って今度アセンブルの手法ですから、なんかどこに書き込めばいいんだろうって話ですよね。多分なんかまた別口に何か立てるのか、今あるものに突っ込むのか、というようなこともありますが、とりあえずバクテリアのゲノムだったらどんなふうに登録が流れるのかなというのを、ざらっとお話しますね。でもバイオプロジェクト入れてくださいと、ゲノムの完成度どのくらいですか、アセンブルどんなふうですかとか、バイオプロジェクトにも入れていただきつつ、キーワードとかストラクチャードコメントを足さなきゃいけません。で、NGS 使ってるでしょう、最近は、と。そうなると、ローリーズ入れていただけるなら DRA に入れていただきたいと。で、バイオサンプルも当然どうサンプリングしたのっていう話とかありますよね。で、近い将来さっきの、メタゲノムアセンブルだったり、あるいはシングルセルだったりのアセンブルの話とかも書かなきゃいけなくなりそうとか、そもそもカルチャードストレインなら、ストレインナンバーだの、カルチャーコレクションでの ID だの書いていただかなくてはと。で、それで、なんかいろいろあるんですが、複数箇所に書かなきゃいけないことが、いくつかあります。ローリーズの番号だけですけど、こういうところ改善が必要なんですが、さっきの谷沢さんのプレゼンにもごく一部ありましたし、あるいは藤沢さんなんかも考えてくださってるところがあるようでして、そこら辺のところを取り込むような流れというのもひょっとしたらできるのかもしれないんですが、今のところまだ有効なところがなくて、で申し訳ないんですが、二度手間でも書いていただくっていうところが、今後なんとかしなきゃいけない課題の一つです。で、アノテーション、ここはアノテーションの話をするところですから、アノテーションどうしてますっていう話。登録は極端なこと言うとバクテリアなんかだとアノテーションつけなくても登録できますと。で、してない人は、
つけないですっていう人もいるでしょうし、まあ、これからするっていう話でしたら、まあ、さっきの谷沢さんの話の通り、BE:FIRST でも使ってみませんかとか、まあ、したけど公開したくないっていうんだったら、まあ、あれなんですが、ただ、制約が一応 INSDC での取り決めであって、もし禁煙ゲノムの事例がない場合は、シュテーションつけてください。フィニッシュと呼びたければ。まあ、ドラフトだとつけないっていうのはありなんですけど、とりあえず、そういうことになってます。で、フィーチャーノテーションとともに公開するっていうんでしたら、まあ、とにかくローカスタグ割り当てをしてとか、こちゃこちゃあります。まあ、このローカスタグっていうのも、何年前になりますかね。もう、10年ぐらい経ちましたっけ。急に降って湧いた、まあ、遺伝子に ID 振りましょうに近いですね。まあ、転写される何かに ID 振りましょうっていう、取り決めがあって、なんかやっているというか、やらされているというか、いうものになります。じゃあ、まあ、アノテーションを見せてくださいと。で、アノテーションファイルっていうのは、タブ区切りテキスト、まあ、評判いろいろですが、まあ、あんまり良くない評判も聞くし、それなりにいいという話も聞かなくもないんですが、とりあえずこういうものがありますと。で、フィーチャーコアリファイヤーは規則に準拠してますかとか、使ってるツールによっては、まあ、なんていうんですかね、オレオレな、なんかワーディングをしているケースもあるので、どうなんでしょうとか、まあ、特に CDS フィーチャーのジーンとかプロダクトとか、いくつかリンク振ってます。で、ちょっとこれなんか象徴的だから覗いてみましょう。これはなんか見ていただくと、バイオハッカソンで僕がまとめたのを、当時、確かウィキでまとめてなかったのをウィキに落として置いてあります。まあ、これどなたでも見れます。ネットワークさえつながれば見れます。まあ、プロダクトをどうやって書くのっていう話をずらずらずらと、何参照してどう書い、まあ、できればこういうふうに書いてくださいねというような催促をつら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 書いたものあるんですけど、まあ、これあくまで参考にそうと言ってるだけで、まあ、絶対この通りにしろとまでは言う立場にないんですが、まあ、そうしていただけるとありがたいというようなことをまとめてあります。まあ、それ一つの例ですが、あちこちリンク貼ってあ、話としてはリンク貼ってあります。で、まあ、そんなことを見て、で、いろいろ確認させてもらうんです。で、まあ、ゲノムの塩基配列決定そのものっていうのは、簡単に、まあ、最初の中村さんの話にもありましたし、非常に簡単になりましたから、ゲノム登録したいというモチベーションは高まったと言ってもいいんですが、その結果のいろんな人が登録できるようにはなりました。で、まあ、登録する人のレベルもいろいろです。もちろんここにいらっしゃる皆さんはいろいろ分かってるとは思いますが、まあ、登録現場は分かんない人も相手にしなきゃいけなくて、 NGS リーズとそこから出てくるアセンブルの仕組みとかを、まあ、理解せずに、その何ですかね、業者に全部任せてもらったものはそのままきっと大丈夫だろう、まあ、必ずしも大丈夫じゃないものもよこしますし、まあ、学名とか分類上の位置とかちゃんと書けますかとかもそうなんですけど、まあ、何よりその生き物をどうやって同定しましたかとか、あるいはコンタミしてる危険性はないですかとか、まあ、仮にコンタミしててもしてなくても、それなりにアセンブルは正しいかどうか分かりませんよっていうような話とかですね。そういうのを大丈夫かとか、まあ、翻訳分かってないとかですね。で、あるいは翻訳の記載、アミノ酸翻訳は入力してもらう必要ないんですけど、まあ、どういうふうに記述すればちゃんと翻訳した結果が得られるのかっていうような要素、まあ、フィーチャーで、まあ、これもね、ウェブサイト僕が作ったんですけど、なんか作った当時はこんなんいらないでしょって言われたんですけど、こういう、なんていうんですかね、どうやって翻訳、フレーム合わせて書くのっていうような話を結構詳細に書いたんですけどね。で、結果的にこれ見せる機会それなりに多くなってます。
トランスラテーブルってのはちょっと表現独特ですけど、要はこれジェネティックコードの表をどれ使ってますとか、そういうものですね。で、まあ、フィーチャーロケーションとか、まあ、ロケーションの書き方、ちょっと確かに INSDC のやや独特なのかもしれないですけど、もう長年これでやらせてもらってますと。まあ、バクテリーには関係ないですけど、エクソンイントロの、まあ、いわゆるスコアレーシオソーマルな GTAG で行くのが基本でしょうと。まあ、もちろん例外はありますけど、その辺ずれ、あの辺にブラストだけ当ててるとそれずれてますよねみたいな話とか、まあ、レベルがさらに下がるとファスタがわからないとか、タブ区切りがどうのとか、文字コードがどうのとか、いろいろ現場で時々悩ましいことがありますよと。まあ、いちいち対応しなければなりません。というようなこと。で、まあ、登録無事終わってもなおいろいろあります。いつ公開するんですか。即日公開なら非常に分かりやすいんですけど、論文が出せた後っておっしゃる方が、まあ、やっぱ多いですよね。まあ、その時は公開予定日をお願いしてますと。で、公開予定日っていうのは、このリンクを押せば書いてありますけど、何しろ公開予定日がないとデータの、まあ、いわゆる、なんていうんですかね、凍結が起きちゃいます。いつまでも公開できないケースとか。僕ら論文パースしてないんですね、いちいち。まあ、膨大すぎてできないんですよ。で、本人に教えていただくか、まあ、公開予定日を設定してもらって、その日が来たらもう公開しちゃいますとやるか、というようなところだったり。で、時々その論文出てからっていうんですが、まあ、公開予定日の設定が、まあ、なんていうんですかね、どっちが早いかって話で、管理してもらわないと、思ったより早く出て、なんかこうデータだけが先行して公開されてしまいましたっていうんですが、まあ、データ公開が先行しても全然構わないんですが、こちらとしては。まあ、それが嫌だとしたら、登録者をちゃんと公開予定日を延長しなければならない。まあ、そうしたことを守ってほしいなとかいうことです。で、ひとたび公開しちゃえば、もう当然、ジェンバンクや ENA、EBI にあるデータベースからも、少し時間が経てば公開されます。で、世界中見ますし、基本的には二次データベースっていうのはここから取り込むというのが、まあ、世界的な約束というより、皆さんここ見張ってますから取り込みます。で、いろいろ加工するなりなんなりして、結果として取り込んでいきます。まあ、データ、まあ、さっきのちょっと間違えて先出ちゃったよっていうような話も、取り込まれちゃうと、取り込んだ先までは止められませんよというような話もあります。で、まあ、今アセンブリーっていうのなんですけど、多分さっきの今これ実質的には NCBI の活動なんですけど、EBI もほぼ協調でやってて、同じように実質ミラーなのかな、とにかく同じように出しています。で、DDBJ だけこれ出せてなくて、あれなんですけど、今一応アセンブリーではプッシュ型データ提供、ゲノムに関してはできるように準備はしてます。ちょっといろいろなことが重なって、まだできてないんですが、とりあえずさっきの GSC から来てるメタゲノムアセンブルのためにいろいろその状況を書かなきゃいけないとかいう話っていうのが出てきて、入れ物ひょっとしたらここになるんじゃないかなというようなことをちょっと気にしてて、だとすると今のただプッシュ型で送ってるだけじゃなく、何て言うんですかね、新しい入力フォームとか作って、かつデータベース化しなきゃいけないのかなと思うと、なかなか今後どうなるのかというのがあって、また一つ登録する人に書いてもらうものが増えるように感じてます。アセンブリーっていう、まずアセンブリーって何かですよね、そもそもね。アセンブリーって結局のところ、当初、何年ぐらい前からでしたっけね、5、6年ぐらい、多分 NCBA が始めたのもっと前なんですけど、
大体2012年ぐらいから、とにかくゲノムの配列、ここはもうアノテーションとか何もなくて、ただゲノムの配列のバージョン管理をここでしましょうみたいなものですね。で、これを今のところ DDBJ 文は NCBI が勝手にジェンパンクからパースしてくれていますが、 DDBJ もちゃんとゲノムを公開したら概要を教えてくださいよと言われて、早5年ぐらい経ってしまいました。で、本当はもうできてなきゃいけない頃なんですが、残念ながらまだそれが、まずそもそもそれができていない。で、加えて、今度はそのメタゲノム関連の記載拡張の話を GSC に多分、来年の5月にはやれと言われたよ、やりましょうってなると思うんですが、おそらく。そうすると、ここに入れるしかなさそうに見えるというのが今、悩みになってます。まあ、やるとしたら結局のところ3箇所とも同じものというのは、実質的に NCBI も EBI も受付、今はゲノムを登録するとき EBI も必要な記述を受け付けて、結果としては NCBI に私ミラーして、お互いにというか、まあ、多分 NCBI のそれをミラーしていることになっていると思います。この流れに DDBJ も乗らなければならないというのを痛感しているのですが、で、加えてさらにそのアセンブリの情報がさらにリッチになりそうに見えるので困っています。まだ何もできてないんですけど。というようなところでして、まあ、ゲノムがどうなるか、ちょっとこれはもうアノテーションから離れちゃいましたが、ただそのアセンブリの概要というのも、まあ、広い意味でのアノテーションなので、これも悩みの一つです。というわけで、一応ゲノムが来たらどうなるという話を、流れとともに、ちょっと G ばっかりですが、まあたどり着ける人はリンクとかを見ていただければと思います。一応以上です。